フェンシングは、フランスで発祥した剣を用いるスポーツ競技である。フェンシングでは、二人の選手が向かい合って立ち、片手に持った剣で、互いの体をついて、勝敗を決める。攻撃を成功させると、ポイントとなり、規定のポイントを選手した選手が勝利する。フルーレ、エペ、サーブルの三種目があり、使用する剣、ルールがそれぞれ異なる。 フランスで発達した剣術が原型で、用語にはフランス語が多い。フェンシングの原型は、中世の騎士たちによる剣術にあるとされている。これらは、実践的な剣術であったが、鎧や盾などの防具、そして、火器の発達によって剣が戦場で使われることは、少なくなっていった。しかし、剣という武器は、騎士の名誉の象徴であり、 戦場で役に立たなくなっても、フランスの上流階級は剣術をたしなみ続け、中9世紀の末には、フランス各地で盛んに競技として行われるようになっていった。国や地方によって、ルールがバラバラであったため、競技のルールを統一するために、1911年、国際フェンシング連盟がパリに設立され、スポーツとしての近代フェンシングが始まった。 ピストの上の選手試合は、ピストと呼ばれる、細長い台の上で行われる。現代のフェンシングでは、ピストは幅1.5メートルから2メートル、長さ14メートルである。両選手は、ピスト中央に4メートルの距離を置いて、構えの姿勢から試合を開始する。二人の出場選手がピストに入り、主審が剣と服装を検査する。 ルセンブルズ、サルーズの合図で試合前の敬礼をする。エンギャルドの合図でマスクを着用し、スタートラインに前足つま先をつけて構える。主審がエテス、ブープレまたはプレと確認し、選手はウイまたはノンで答える。両者がウィとなったのを確認後、主審によるアレの合図で試合が開始される。勝敗の決着がついたら、再度。 ルセンブルズ、サルーズの合図で、試合終了の敬礼をし、対戦相手と握手を交わす。その後ピストから退出する。フェンシングでは、フルーレ、エペ、サーブルの3種の武器があり、これらがそのまま種目名となっている。これらの武器は19世紀末に標準となったものである。また、伝統的な教育の場では、オーズエやレイピア、ダガー、 ブロードソード、ツーハンデッドソード、ソードブレーカー、マンゴーシュといった歴史的なフェンシングの武器についても学ぶことがある。西洋剣術、サバットとも関連がある。メディアを再生するフルーレの試合の様子好きのみが有効で攻撃権がある。フルーレにはフェンシングの基本技術が集約されているため、初心者は最初にフルーレを教えられることが多かった。 また過去においてフルーレは女性が行う唯一の種目であり、剣が軽いため子供が扱うことも容易であった。今日ではフルーレ以外の武器から始めることも多い。フルーレはレイピアを軽量化したスモールソード用の練習剣に由来する。断面が四角でしなやかなブレードを持つ軽い剣である。今日では電気剣が使用されており、 最低 5.00n 以上の力が剣先に加わることで打突が判定される。有効面現在のフルーレの有効面フルーレでの月の有効面は頭部と四肢を除いた胴体の両面である。これはフェンシングの練習に制限のある防具を使用していた頃の名残である。メディアを再生するエペの試合の様子エペは伝統的なフェンシングで用いられていた。 決闘用の武器に最も近い剣である。フルーレと対照的に重量があり、断面が三角形で曲がりにくく長いブレードと大きくて丸いお椀型のツバを持つ。電気剣での突きが有効となるには 7.50N の力が剣先に加わらなければならない。伝統的なフェンシングでは相手の上着を確実に捉えることができるように、 剣先に3つまたの部品を取り付けることもあった。現在では剣診に2本の電線を埋め込み、フルーレより大きめの電気スイッチである剣先が必須である。同時付きが有効であり、攻撃剣の概念も存在しない。さらに工術のように有効面が広いため、エペの試合は極端に防御的で慎重なものになる、傾向がある。 有効面エペの有効面全身と剣の内側の非絶縁部分が有効面である。大きい唾を持つのは剣を持つ手も体の他の部分と同様に有効面とみなされるため敵の攻撃を防ぎやすくする意味がある。サーベルでは突きだけでなく霧も有効となる。攻撃剣がある。北部イタリアの決闘用サーベル術に由来し、 長らく伝統的に男子のみの種目であったが、近年は女子も行われるようになった。オリンピックでは2004年から正式種目となった。今日では電気審判機が用いられ、相手の有効面を検査機か検診で触れることで通電し攻撃有効が判定される。有効面現在のサーブルの有効面サーブルの有効面は腰より上の上半身すべてである。 現代のフェンシングで用いられる防具は丈夫なワタか、ナイロンあるいは、ケブラーでできている。以下のようなものが、防具に含まれる。伝統的にユニフォームは白色である。これらの防具は選手を保護する面で有用である。現在の防具の制定のきっかけとなったのは、1980年、モスクワオリンピック金メダリストのウラジーミルス・スミルノフの死亡事故である。 スミルノフは、ローマで行われた1982年の世界選手権で、相手選手の折れた剣がマスクを突き破り、眼下から脳を貫通したことにより9日後に死亡した。フルーレとサーブルにおける攻撃剣とは、先に攻撃した方が優先権を持つという原則のことである。簡単に言えば、もし攻撃された場合には相手を攻撃せずに、 まず自分を守らなければならないということである。攻撃は運が悪かった場合や判断ミス、あるいは防御側の行動によっては失敗することがある。現代のスポーツフェンシングにおけるフルーレとサーブルでは両選手が一定の時間内で同時に突きを決める場合がある。主審は試合の進行役となる。電気審判機は 大きな国際及び国内試合のすべて、また、地方大会のほとんどで使用されている。電気審判機を用いる場合、フルーレとサーブルではさらに別の防具が必要となる。審判は、理論上、自由に攻撃権を監視することが可能であり、月が有効であったかどうかを判定する副審判も、不要となる。フルーレとエペでは、先端が、 スイッチ状になって検診に電線を埋め込んだ剣を用いる。有効な月、りを決めた選手の側のピスト外周が発光する。フルーレで月が記録された場合剣の先端が相手のメタルジャケットに触れ、ファイルルール上の規定時間以上に押し下げられることで回路が閉じ、月があったことを知らせるようになっている。相手の剣への接触は感知されない。エペで、 月が記録された場合剣の先端が押し下げられることで、回路が生じ、月があったことを知らせるようになっている。相手の剣は絶縁されているので接触しても、感知されない。サーブルの場合剣心まで電気が流れ、相手のメタルジャケット、コテマスクに触れた瞬間に回路が生じ、切り月があったことを知らせるようになっている。相手の剣への接触は感知されない。なお、 サーブルは、ガードの部分で、相手の有効面に触れても反応するが、これは反則である。フェンシングの用語はフランス語であり、マルシェは一歩前へ、ロンペは一歩後ろへ、ファンデブはつくという意味である。他にも、マルシェやロンペを、他の技と組み合わせて使用する。他にはボ、ボンナ版、ボンナリエール、フレッシュなどの特殊な技もある。アロンジェはつく、パラードは、 剣を払う。リポストは払った直後に突き返す。リガジェは剣を回して交わす。という意味である。国際的な競技統括団体として、国際フェンシング連盟と呼ばれる。スポーツとしてのフェンシング、とりわけ国際試合のルールの成分化と管理を目的とした団体である。この設立に先立ち、国際試合が開催された。強的な視点で見ると、 ファイの設立は次の二つを決定的に分断したものであったと言える。カキパラリンピックの正式種目。2018年、フランスのフェンシング連盟が公式種目として採用した。樹脂製の陶身に LED を仕込んだ競技用のライトセーバーを使用し、円形のピストで競技を行う。頭、腕、足、手先にそれぞれポイントがあり、15点を選手した方が、 勝利する。攻撃時には剣先を後ろに振りかぶる必要があるなど、フェンシングとは、競技特性が異なるが、若い世代の取り込みを狙った種目であるという。世界的、特に発祥の地ヨーロッパでは、競技人口の多いスポーツの一つだが、日本ではあまり人気がなく、ブスーパーニュースによると、日本においては、日本全国で1万人ほどしかいない。 フェンシングの部活動を置いている学校もほとんどなく、ある程度の規模の学校に剣道部が大抵置かれているのとは対照的である。日本で最初にフェンシング競技が導入されたのは西洋の近代軍人が習得する教養としての剣技を日本陸軍が導入しようと図ったのが最初であり、1884年11月に、 最後、つぐみち陸軍教の命により、陸軍富山学校において、教官候補の選抜が始まった記録が残されている。当初の指導は、フランス陸軍から派遣された教官によって行われた。1935年に、フランス留学経験を持つ岩倉具心が、アルゼンチン臨時代理講師、アルトゥーロ・モンテネグロラの講演を得て、日本フェンシングクラブを設立し、 その指導により、同年法政大学に、翌1936年慶応義塾大学に、それぞれフェンシング部が創設された。同年ベルリン五輪の総会で、次期開催地が東京に決まったことにより、大日本フェンシング協会が発足し、東京五輪の競技種目に採用されたことにより、各大学でフェンシング部創設が相次いだ。1937年、 剣道家の森虎尾は、剣道普及のため渡ったアメリカでフェンシングを学び始め、わずか6ヶ月の練習で全米選手権を準優勝した。オリンピックでメダルを取ることを期待されたが、太平洋戦争勃発により出場は叶わなかった。太平洋戦争で日本が敗戦し、連合国軍に剣道を禁止された際、代替する競技として考案されたしおり競技は、 フェンシングを模した防具が使用された。2008年、北京オリンピック男子フルーレ個人競技で、大田裕希が銀メダルを獲得し、フェンシング競技において、日本人初のオリンピックメダルを獲得した。また、同オリンピックでは、女子フルーレ個人競技で、菅原千恵子が7位に入賞しており、実は、これが、 日本人選手のフェンシング個人種目における初の入賞でもあった。2015年、モスクワでの世界選手権男子フルーレ個人で、大田が金メダルを獲得した。フェンシング競技において、五輪も含めた世界大会で日本人が優勝したのは初めてである。2021年に開催された2020年、東京オリンピックでは男子エペ団体において、 フェンシングで日本初の金メダルを獲得した。高校においては剣道ほど普及しておらず、指導者も少ないためフェンシング部がない高校も多い。このため、クラブチームで、小中学生や、社会人と共に練習する生徒も多い。1980年モスクワオリンピックフェンシング代表だった、千田健一が監督を務める宮城県。 気仙沼高等学校や部活奨学金を用意している仙台城南高等学校などの宮城県政岐阜県立八島北高等学校が競合である。大学においては、全日本学生フェンシング選手権大会、全日本大学対抗選手権大会、全日本学生個人選手権大会がある。男子は、法政大学、中央大学、早稲田大学、 日本体育大学、日本大学、専修大学、同志社大学、朝日大学など。女子は、日本体育大学、早稲田大学、法政大学、日本女子体育大学、東京女子体育大学、専修大学、立命館大学、同志社大学などで盛んである。大半の選手は、実業団、大学職員、公務員など兼業が主流であるが、 三宅亮のように個人でクラブチームを立ち上げる有力選手もいる。2009年4月にネクサスが実業団を立ち上げている。日本におけるフェンシングを扱った作品としては映画リオの若大将がある。また、フェンシング経験者の高上公は複数の小説を執筆している。ありがとうございます。